こんにちは、赤大好きともがお送りするエアマルチまったりマインクラフト。撮影日は4月9日、0時42分。どうだ、こうか、よし。一瞬どこにいるか分かんなくなったぞ。ここに立ってるつもりでいたらなんか景色違うっていう。さて、本拠点内での作業、あ、もちろんコメントからやっていきますよ。丸石を4スタック焼いておく。一周回ったのかな今。ここ開けてこっち回ったつもりがこっち向いてたからね。一周回ったのかな今、一瞬で。4スタック、そしてシュート。あれ、あら、ムートンの量がだいぶ多いね。よし、でこの間にカバと羊毛を取りに行くと。で、なんだあの黒い物体は、なんだあの黒い生物は、この人、何この人、アップで入った、わけじゃん。何今の、ゾンビリーダー的な。あ、感染源か。ゾンビの感染源か、あいつ。
灰色いらないよ。あっち灰色いるんだもん。なんとかして、あ、灰色なくちった。え、待ってくれ、ちょっと待って、あっかお前も行くんかちょっと来い。わかったわかった、俺が悪かった、リード持ってくるわ。灰色は血にど、ちょっとすまんな、乱暴してしまった。できればこれもうちょっとここ屋根を伸ばしようと伸ばしてここら辺まで来て、ここから階段でここをトントントンって来て、むしろここからトントントンって持ってその屋根の上に持って通路になってるみたいな、みたいな。あ、ドアじゃなかったっていうね。やっとかないとあれ。血を入れてくれ、灰色こっちに入れたい。白と灰色がたまに分かんない時あるからね。お前どっち行って時あるから。お前そこにいるんじゃない。何、一人いなくなると一人こっち来る。何そのシステム、いらないよそんなシステム。とりあえず君来たまえ。あ、ちょ、なーに、リードを無視するんじゃない、リードを無視するんじゃない、早く来い。バカ誰がお前は、親ここにいたのがお前。ちょ、何を親だと判断してるの、なんで子羊は親についていくはずだが、そして、あ、お前はいいんだ。まあ、可愛いとして。よいしょ。危ない。土でいいや。
ちょ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 、お前じゃない、お前じゃない、お前バカだね。ちょっと待って、シールを、お前そこにはまっときなさい。あ、もう調子来て、はいはいはい、ついてきてない。気づく、お前はなんだ、隠れるのがうまいな。ちょっとシュッって言ったね、縛るときの音したね。一番近くにいるやつを親と判断するね、多分。最終的に倒して、お前マジ言うか、お前、お前それじゃない、お前ちょっと、はい、OK、 はあ大変、いや、お前は何だい、そろそろ怒るよ。子だくさんだ。あっちから何色かついてこ、前は、お前待ちなさい。あれもういいよ、いいよ、お前そっち行ってなさい。誰をやったんだしてた。赤い野郎が。そしたらピンク、ピンクこっち見て。こちらの黒と白だけになっちゃう。色が寂しくなっちゃう。この華やかさを持ってきて、可愛らしさをそっちに、はい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 、え、君だ、はい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 、いや、お前もかーいってお前さっきまで黒のとこいたでしょ、黒羊人と、うん、さっきまで黒羊人とこいたのに急にそう、やばいじゃない、 お前また親を変えたのか、好きな子だから、赤ちょっと赤じゃな、食い止めてるから、俺今食いと、急げ、はい、オッケーか、アウトっぽくないか、じゃあそっちで、これでセーフ、来週号、通路もうちょい考えないとダメだな、この階段まで登ってくれると大変なんだよな、まあ、階段はいいとしよう、最悪階段はいいとして、こう20億にしようか、まずここに置くでしょ、でフェンスゲートもう一個作って、
で、このフェンスをこうして、16で行く。
続いて、ごめんなさいね、茶色と赤を強化してきて、ミルフィーユレンガ21個ちょうだい、取ってくればよかったと、まあそうこうしてるうちにこれが焼き終わったと。でなおかつ、あ、大丈夫か、
赤、ピンク、白。あ、これポストに入れようと思ってたんだ。投函しようとしたら間違えて持ってきちゃった。カーペット、カーペット、カーペットどこ入れたかな。あったね。カーペットが緑が1個。こういうとこ。木の缶詰1個。あれ俺持ってなかった。あれ持ってなかった。あれ俺缶詰持ってなかったっけ。しまったな、どっか。トラップドア1個。白樺のハーフ1個、松明7個、カカオ豆1個。これだいぶ揃ったな。カーツマン、あれ持ってたような気がしたんだけどな。カーツマン、これすげえ。で、だいぶ雑貨入れんな。用意するものはこれかな。アイテムを前回設置した額に入れる作業です。作業場所は次を参照、かまどの上。バラの低木、定義プラス松明、ガラス赤、入れる角度は三角、あ、ひし形ね。左からガラス、バラ、赤だね、合ってるね。赤、おしゃれ、おしゃれ、赤で、松明を取って松明をここに刺すと。こういうのよく見かけるよね。で、真ん中になんか祝とか書いてあったりね。あるよね。続いてフェンスゲートの隣、左からカーペット、金粒のトラップドア、ハーフ。カーペット、カンパツアン。本当俺金粒言えないんだ、この間から。カーペット
姫の手にかかれば全部おしゃれになっていくからね。すべてがおしゃれ。よいしょ。で、もちろんこれは角度を全部ひし形にする。333ってね。で、たまにこれこうなってたりするんだよね。何かの合図的なね。何かしらのね、こう、ね、合図があるんだろうね。この隙間は何だい？気になるね。蛇口の向き変えた方がいいから、ここにさ看板とガラス置いて、ここになんかトン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 ってやって、こっちからフック伸びて、あ、試しに置けるよね。置けないならダメかなと思ったけど、置けるならその方がね。ここで洗面で顔バシャバシャって洗って、鏡見て照明もあるみたいな方がいいかなって。ここで洗って一旦こっち行ってみたいな。照明ちょっと離れちゃうしみたいな。どうだろう。一応提案として。額がないところに OK。で、この額は、とりあえずはステイト。ステイト。この額はステイト。忘れていいのかな。いや、多分俺の素材が集まっていないパターン。おっと。これでなんか、あ、これは、これなんかデザインっぽくて面白いね。うん。なんか、そういう模様っぽく見えるからね、白カバだと。うん。おしゃれだ。ここはだからなんか、三個探偵に何かを置くとしたら何だろう。作業台？作業台じゃないな。何かしら。縦に、ガラスとかをね、縦にトントンとか。ガラスじゃはめらんないか。ガラスにフックはつくのかな。やったことないな。どっかガラス使ってたかな。使ってないな。このフロアにガラスを使ってる部分はないんだ。どこだけガラス使ってるの。あれ、ミルフィーユ行かないとないのか、ガラスは。続いて白樺1スタック粘土32個確保。シラカバエッジストラック、粘土さん、あらあら、クリーパーさん、あらあら、クリーパーさん、よっとよっと、どうしたんですか。うん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 、どうしたんですか。それあ、どっか行きたい感じですか。ちょっと荒らさないで、そこ。だいぶ荒らした。だいぶ荒らしたな、あれ。あれ。
だいぶ荒らしたね、それ。ちょっと、ボート超遠く行っちゃってんじゃん、それ。は、打ち放題だぜ。ボート壊すっていうね。バカだれボート打っちゃった。何のボートを。あれ、ウォークか。あれ、松だな。ってことは、ボークじゃねえ。ウォークのボートがなくなったと。もう、あ、持ってる。白樺だった。今回から壊れないんだね。部品になったけど、前は。もう、やめてよね。近すぎたたり、やっぱぶつかっちゃって、ロード中にこう出現した瞬間にお互いがぶつかり合って干渉して移動しちゃうみたいな。そしてボートの上に敵が湧くと。港のあり方を変えよう。よいしょ。OK。危ない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 。横並びにしておいておくと。ちょ、水の中の移動重いんだけど。横にしておいておく。話しておかないとね。湧いた時ひょっとしたら上陸しかねないボートの上で湧いて上陸しかねないからね。とっとはい、危ない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 。そんな急発進するとは思わなかったから。しかもそっち方向なんだね。回りすぎだよ。そんな回るかね。はい、はいはいはい。でドリフトを決めていく。で降りる。 OK。 ちょっと前に出て降りたから OK。そうするとしたら一段単独したから、ここはこうやっておこうか。
ずね、とりあえず置いとこう。レンガの方がいいから。レンガの方が良さげだけど。あ、またまた来ちゃった。まあいいや、白樺一スタック持ってきたら、またあっちの置きに行こう。やらないよ、サンタミアない。出れないよ、つって。そのパターンね。収録機器的な
ボイスレコーダー的なのを買って、それにマイクを取り付けて喋、る的な感じにしようかなとか思いつつね。車のエンジン音とかは入るんだけどできない。車のエンジン音とかね、なかなかウィンカーの音とかも、ね、いい感じにカチッカチッって入ってて、ね、心地よかったんだけどね俺は。だけどちょっとねエンジン音が入りすぎてるかなと、若干うるささがあったからね。はい、しまってたのか。で、白樺さんが1スタック入らない。1スタック入らないか。シュート、OK。いらん。赤と茶色は今後ハサミを使っていこう。いやでもな、この一個終わったらあれだからな。まあ増やしてっていう風にできるうちは増やして取っていった方がいいかな。してもだいぶ指が溜まってるね。OK。まあドライブの方はね、まだまだ試験段階ではあるので。撮影方法とかね、編集もそうだし、BGM を超ちっちゃく入れられたらいいんだけどね。 Adobe のプレミアムエレメンツで編集してるけど、なかなか音量が小さくできない。まあ音声を別撮りしちゃえば、俺の声の音声を大きめにして、BGM をちっちゃめに、普通にしてってできるんだけどね。普通の BGM の音声でも声が大きければ勝ちっていう、そういうあれね。あ、こっから見るの久しぶりだな。こうなってんだ。だいぶ発展してきたね。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方は下のコメント欄、もしくは ASK.FM までよろしくお願いいたします。以上、赤手好きともがお送りいたしました。